こんにちは、コックです。今日はネイチャーカンさんで月末セールが開催されるということで、そちらのお知らせと、あとね、ネイチャーカンさんの CBD グミベアーズっていう、ベアーズっていうクマの形をしたね CBD グミが出たということで、こちらを試してみたので感想とか紹介をしてみたいと思います。そもそも CBD について知りたい方はこの間ね、あげたんですけど、 CBD とはという動画があるので、そちらを見てみてください。ネイチャーカンさんはイギリスでできた会社なんですけれども、あのマイプロテインっていうね、プロテインメーカーの CEO の方が作った会社です。現在では世界30カ国以上で CBD 商品の販売を行っているグローバル企業となっております。ネイチャーカンさんで使用されている CBD は全てアメリカのオーガニック認証のヘンプ植物のみから抽出された THC0 のブロードスペクトラム CBD を使用しております。分離物だったり人工構成物質を使用していないので、安心して使用することができます。で、今回紹介する CBD グミなんですけど、こちらね、 CBD グミベアっていうやつと CBD サワーグミっていうタイプ、2つの種類を試してみました。ベアって書いてあるだけあって、クマの形になってさらに可愛らしさが増しているグミとなっております。よくあるグミのなんかクマの形をしたものみたいになっていて、味が結構いろんな種類があって、ブルーラズベリー、パイナップル、みかん、ラズベリー、レモン、スイカの6種類の味があります。すごく食べやすいし、形も可愛くなって、よりねなんかお菓子感があります。で、30粒入りと60粒入りがあって、こちらは30粒入りなんですけど、1粒あたり CBD が 25g 入っております。こっちはなので、だいたいまあ1粒が多くて2粒ですね。私は寝る前に1粒食べております。 25g なので結構ね、多めに入っているというか、1粒でもういいっていう感じですね。まあ、人によって個人差、感じ方がいろいろあるので、まず1粒食べてみて、足りなければ2粒にすればいいっていう感じで、そんなに量をいっぱい食べなくていいので、簡単に食べれる。で、味の方は結構食べやすくて、普通のグミみたいな感覚ですね。あの CBD 特有の苦味みたいなものがあって、まあ、若干その苦味はあるんですけど、周りにね、砂糖みたいな感じでまぶしてあったり、味自体がもう本当に美味しいグミなので、全然気にならない程度で食べられます。で、続いてこちらが CBD サワーグミの方なんですけど、めっちゃ風強い。こちらもあの形は同じで、クマの形をした可愛らしいグミとなっております。こっちの違いは、まずね、周りにまぶしてある粉がサワー味なんですよね。なので、若干の酸っぱさを感じて、よりこう、CBD の苦味が感じづらかったり、グミ感みたいなお菓子感がさらに強まっているものとなっております。あのサワーグミあるじゃないですか、硬いやつ、あのなんだっけ、カメカメのやつ、あれ高校生の時めちゃくちゃ食べてたんですけど、ああいう感覚で食べれますね。で、さらにこちらをね、一粒に CBD が 10mg 入っているので、大体私は2粒飲んでるんですけど、まあなんかその量の調整がこう10、20、30で調整しやすいっていう部分と、あとは1粒に入ってる CBD の量が少なめなので、味としては 25g よりも苦味をさらに感じづらくなっています。で、周りにこのね、酸っぱい粉みたいなのがついてるので、より食べやすさが増してるかなと思います。なので、その苦味とかが苦手な人はこういったもので取ったら、すごいなんか食べやすいっていう感じです。こちらも6種類の味があって、みかん、パイナップル、レモン、ストロベリー、チェリー、リンゴ味があります。本当に美味しい。特に私リンゴ味好きなんですけど、こちらだと私はいつも2粒立ってるので、本当になんかめっちゃ食べれる感じで嬉しいですけどそんな感じで、さらにね、クマの形をすることによって可愛さが増してった CBD の紹介でした。こちらも、あ、 CBD サワーグミの方は30粒、60粒、90粒入りがあります。まあ、1粒で摂取できる量が違うので、そういう感じになっております。
という感じで、 CBD グミはとにかく食べやすくてお菓子感覚で摂取できるっていうのがすごくいいところなんですけど、ネイチャーカンさんのホームページを見てみると食べる CBD って書いてあるところがあるんですけど、そこに見るといろんな味のグミだったりシュガーフリーのものもありますね。あとね CBD と CBN が一緒になってるグミだったり、あとね、チョコレートだったりクッキー、ブラウニーなどもあるので、あの CBD の苦味が苦手な方とか、あと気軽に試してみたいっていう初心者の方とか、あとはお菓子食べたいっていう人にはおすすめです。で、実際に使用してみた感想なんですけど、私はね、眠りたい時間の1時間以上前にだいたい20から25グラムぐらいの CBD を摂取しているんですけど、かなりね、こうはっきり分かるぐらい私は眠気がきますね。ちょうど飲んで1時間ちょいぐらいしたぐらいから眠気がきて、すんなり眠れるようになります。で、こう寝てる間の熟睡感みたいなものも得られますね。こういうものってサプリメントもそうなんですけど、常に摂取し続けるとその状態に慣れてしまって効果を実感しづらいっていうのがあると思うんですけど、私はね、最近は本当眠れない時だけ CBD オイルを摂取していたので、もうちょっと間が空いて CBD グミを食べたらよりね実感しました。本当目覚めた時のなんか頭のすっきり感というか熟睡した感みたいなのが感じられます。なのでぜひ不眠症だったりとかね、あとは精神的ストレスにやられてる方は試してみてはいかがでしょうか。最近は本当に寒すぎて私も冬季うつみたいになってて、もううつなんですよね。うつだし、過眠症みたいな感じで眠りすぎてで眠れないみたいな、次の日寝れなくてどんどんこう時間がずれてったりとかして精神的落ち込みみたいなのもやばかったんですけど、かなり CBD で眠りの質が良くなることによってメンタルも安定したりっていう効果もありますね。そして最後にお知らせです。ネイチャーカンさんで月末セールが開催されております。1月の24日から31日の間なんですけど、いろんな商品がとても安くなっているので、本当にこのセールのタイミングでね買うのがめちゃくちゃおすすめなんですけど、チラッと見てみるとなんかいろんなセット商品がねかなり安くなっていて、グミの食べ比べセットとかも 61% オフで、いろんな CBD だけじゃなくて CBN とかが一緒になっているグミだったり、あとはね CBG グミだったり、いろんなグミの食べ比べセットがかなり安くなっていたり、あとバレンタインセットでね CBD チョコレートの可愛らしいパッケージのものも出ております。こちらも 46% オフとほとんど半額で購入できるようですね。あとオイルだったり、あとはね、すごいいろんな商品が出ている。で、今回紹介した CBD グミベアは30粒入りで9900円のところが4950円になっております。60粒入りだと12,900 円が6,450 円で購入できるようです。かなり半額ぐらいになっております。そしてサワーグミの方は30粒入り6,990 円が3,495 円になっていて、60粒入りは9,900 円が4,995 円、90粒入りが11,800 円が5,900 円とほぼ半額で手に入る状態になっているので、めちゃんこ気になっている方にはこのタイミングはいいかなと思います。そして今回ですねクーポンコードをいただきました。ココ15と入れていただくと、そこからさらに 15% オフで購入できるので、気になっていた方や CBD をね試してみたいっていう方、同じかはぜひチェックしてみてはいかがでしょうか。終わり。